おいおい頼むよ。いくら君がスレンダーでもボディの底んとこはアルミなんだから。アルコール抜けました？石田先生、一滴も飲んじゃいないよ。ふりをしていただけさ。ずいぶんラフな格好だね。でも来てくれて嬉しいよ。パーティー会場は7階だから。あいにくパーティーには興味ないの。先生、これからどこかお出かけ？いや、別に。わかった、湾岸に行くんでしょ。こんな日にもわざわざ湾岸に行く先生に。いえ、先生の探す一台の古い Z に興味があるの。その悪魔と呼ばれる Z に。悪魔？なるほど、そういう車なのか。信じる？信じるね。あのパワーを見せられちゃ。2週間前初めてここで会ったんだ。猛烈な勢いでその Z に抜かれた。追っても追っても追いつかなかった。俺は忘れられないんだ、あの Z が。もう一度奴と走りたい。そのいわくつきの悪魔の車のドライバーはどんな奴なんだ？会ってからのお楽しみ。驚くかもね。バトルしたくてしょうがないんだ。よくあるよ、これ乗ってると。やっちゃえば。そう早いRとも思えないけど。ほっとけばそのうち行くよ。大人だな、私にはバネできない。え、急にどうして？右からの合流車見てみろ。え？ Z！この車有名じゃないですか、フェラーリってやつですよ。こいつが。そうじゃなくて、知り合いなの？まさか、こんなすごいの。でも、隣の子は知ってます。なんですって？若いんだな。意外でしょ。あれ、やる気なんだ。やる気って何に？まさか、あなた。ふざけんじゃねえって、あんな2台450馬力だぜ、こいつ。来るのか、ある。確かに乗りやすくて速くていい車だけど、ちゃんと自分のものにできてるか、坊や。左からまとめていこっか。まず蹴った、次にセット。どうだ？おい、おあし、一緒に走行していた車両ありとのこと。横羽線各料金所にて検問配置。
今の事故で湾岸はしばらくの間走れないと判断したんだろうな。にしてもすごいドライブをするよな。どこまでもどこまでも走り続けていくような。ベルト切れだ。ベルト切れ？まいったな。どうするの？今夜はこれで終わり？パンツだから履いてないよな。はあ？履いてないって何を？あの止まってる車、アベックっぽいな。ちょっと石田先生、何する気よ？お取り込み級のところ失礼。何ですかあなた。すみません、ちょっと頼みがあるんですよ。あのね、実は彼女が履いてるパンストを売ってくれないかと。交通情報です。湾岸線事故渋滞は先ほど解消しました。現在上下線とも流れは順調になっています。何時？4時過ぎ。すぐに明るくなるな。都心環状線内回り外回りほぼ順調に流れています。来た、またあの車。石田先生。いや、二人で仲良くドライブ？困るね、こんな派手なの横付けされちゃ。どうも。新しい車ってこの？さあどうかな。お願いします、北見さん。このテストを悪魔の Z より早くしてください。あの Z よりも早くか。難しいね、そりゃ。今までいろんな車作ってきたが、本当にあの Z だけは特別なんだ。作った俺にもよくわからないものがある。本当に走るために生まれてきたやつなんだ。確か2000万以上するよな、これ。まあ、じゃあとりあえずチューン代として1000万持ってこい。はい。お前は2000万以上する車にさらに1000万つぎ込む。そしてその金額と引き換えにあの悪魔の Z の前を走ることができる。がもしかしたら命を落とすかもしれない。地獄のチューナー北見ジョンの作る車はそういうマシンだと理解しておいてくれ。よし、もう一度念を押しておくぞ。命の保証はしない。分かってます。地獄のチューナー北見純がチューンした車だからな、こいつは。驚きましたよ、北見さん。まさか隣に乗ってくれるとは。
知りませんよ俺、本当に。いいから気にせずやってくれ。すごい、やっぱりいいですよこいつ。来た、あの Z の音だ。よしよしよし、いい音だ。私は彼の Z の前を走りたいわけじゃない。ついていけたら、そう、どこまでもこの Z についていけたらそれでいいの。不思議な気分だ。すっかり足を洗ったはずの俺がまた車を組むなんて。全てはあの Z のせい。お前のせいで俺はまたこの世界に戻ってきた。しっかり見とれてますね。やっぱりあの Z が一番。いいからバンバン踏んでいけ。これでも追いつけないのか。おい、大丈夫？大丈夫ですよ。Ha ha 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 ha!